って言っちゃうのも、まあ、清和研究会ですかね。もう安倍さんも亡くなられてるし、そこで、その、安倍派っていうのは、本当朝日新聞とか、その辺の報道機関の、まあ、悪意を持った、こう、安倍イコール悪みたいな、左翼の人たちの言説に、寄り添う、ちょっとミスリードを煽るのかなっていうふうに思います。正確な、表現を、した方がいいんじゃないかなと、これに関して思いました。で、他のね、岸田派とか二階派とかいろんなところでもですね、裏金問題っていうのは多少なりともあるんですけれども、その安倍派、ね、旧安倍派の問題っていうのは、その派閥側の収支報告書にも載ってないし、議員側の収支報告書にも載ってないので、まあ、裏金っぽい運用をしていたのは間違いないだろうみたいな感じの流れになっていて、他の派閥のやつは、派閥の方の収支報告書には載ってるんだけれども、議員側には載ってないとか、逆に派閥側は載ってないけど、議員側には載ってるとか、まあだから単純にその記載漏れに近いような状況があるんじゃないかなということで、まあ旧安倍派が結構追及されて、まあもちろん金額もでかいというところがあるんですけれども、まあこれ政治資金規正法で立件しようとしてるみたいなんですけど、東京地検特捜部は。もともとこれね、大学教授の人が、まあ趣味というかですね、こういった政治のお金の動きをですね、調べるのが趣味みたいな人がいて、この人が東京地検特捜部に告発をして、まあ捜査せざるを得なくなってやってみたら、まあ、なんかいけるかもなっていう話になってると。で、森本さんっていう、まあ今何ですか？最高検の刑事部長ですか、の人がイケイケで、まあオリンピックの議国とか、その辺も捜査指揮してたみたいなんですけど、その人が中心となって、ゴリゴリ、まあイケイケの人らしいんですけれども、やってると。ただ、なんていうんですかね、今回の問題っていうのは、まあ、要は考えられる立法で言うと、贈収賄、あと、立憲で言うと、贈収賄、政治資金規正法違反、そして所得税法違反ですね。この三つは考えられると思うんですけれども、まあ、還流してるお金が、まあ、せいぜい数千万円。一つの議員の事務所で、まあ、数千万円ぐらいの価格なの、値段なので、その所得税法違反であるにしても、まあ、重加算税ぐらい、修正申告プラス重加算税が課される、まあ、要は懲罰的な税金が課されるぐらい、まあ、これぐらいが関の山なんじゃないかなと。まあ、億を超えるようなですね、額を脱税してるとなればですね、告発されて、罰金刑なり執行猶予なり、懲役刑の執行猶予なりがついたりとかするぐらいのレベルにはなるのかもしれないですけど、なかなか、まあ、その辺も難しいかなと。ということで、あと、贈収賄ってなるとですね、これ、おそらくその政治資金パーティーにお金を出した企業とかが、その裏金になるのを知っていて、議員個人にお金を送ったっていうところまで認識してるっていうふうに、ぐらいまでやらないと贈収賄では多分立件できないんで、多分贈収賄はかなり難しいだろうなと。だから、所得税法違反も贈収賄も難しいんで、結局政治資金規正法違反でやらなければいけないと。政治資金規正法違反でやる、ためにはですね、そのお金を出してる側がですね、明確にこれは裏金だと。お前らなんか、その帳簿に載せないで、裏の金として、まあ、領収書もいらない金として、自由に使っていいぞというようなことをですね、明確にその指示を出してなければいけないということで、まあ、それの、まあ、できれば物的証拠ですよね。LINE だったり、メールだったり、電話の録音テープだ、録音だったりとかですね、そういったものがあれば、容易にできるんでしょうけれども、会計責任者、まあ今もうなんかみんなノイローゼ状態になってるみたいなんですけど、その会計責任者の人たち、を吊るし上げて自白を取る。でもこれだけだと多分ね、なかなかその影響範囲も大きいので、それだけでその公判が維持できるかっていうとなかなか難しい可能性もあると。ただ、なんか、その特捜部も、その、この大学教授からの告発を真面目に最初はそんなにやるつもりはなかったっぽいんですけど、まあ、リークさ、まあ、マスコミっていうかね、メディアにリークされちゃって、結構盛り上がってるじゃないですか。自民党の議員も、なんか、裏がね、作り上がって、だーみたいな。それなのに消費税増税すんのか、とかですね。結構、ボロカスに叩かれてるんで、まあ、特捜部は、これ、なんていうんですかね。そこまでやりたくなかったんだけど、ここまで騒がれちゃったらやらざるを得ないよねってなってるような気もするんですよ。だから50人増員をしてやらなきゃいけないと。
で、これ何をやらなきゃいけないかと、まずですね、この政治資金規正法違反をやるためには、すべてのその裏金を、の流れを突き止めなければいけないわけですよね。そうすると本当細かい何万円何十万円みたいな金の動きみたいなのすべて証拠として、押さえていかなければいけないんで、膨大な書類作業が必要になってくるんですけれども、この膨大な書類作業を応援に来た検事たちがせっせとやらなければいけないというのがまずあるわけですよね。で、まあそれをやったからといって、確実に立件できるわけでもないので、だから、泰山明道して、ネズミ一匹みたいな感じにもなりかねない。でもこれまで盛り上がっちゃってるから、その世の中、世間の特捜部に対する期待、僕なんか全然1ミリも期待してないんですけど、ただの巧妙のためとか、自分が考える正義を実行して、弱い者いじめをしてるだけなんじゃねえかって俺は検察に対して思ってるんだけども、世の中の、まあ、バカな大衆はですね、拍手喝采をしたりとかしてるわけですよ。まあ、大した金じゃないんだけどね。で、まあ、これはもう想像なんですけど、この間、立花隆さんとの対談とかでも言ったんですけど、まず、細かい、キックバックのお金をいちいち記載するのがめんどくせえっていうのは一つある。あとですね、飲み会とか、そういったところでお金を使うときにですね、この裏金をプールして使ってたんだろうと。昔ね、検察の裏金問題っていうのもあったんですけど、それも似たような構図、警察もそうだし、NHK の裏金もそうですね。まあ、ただ、それを私的に、愛人へのなんか、マンションを借りてあげるとか、プレゼントするとか、そういったことに使ってる人も、まあ、中にはいるのかもしれないということで、まあ、その辺はちょっと悪質なのかな、みたいな話になって立件されるかもしれないんですけど、どっちにしてもですね、せいぜい数千万円から数億円、一人当たりって言うと、そうするとですね、なんだろう。一生懸命頑張ってやったところで、せいぜい略式起訴して、罰金刑みたいな、罰金50万円とか、罰金20万円みたいな、話になってしまう可能性もあるんですよね。まあもちろんその、ね、議員がそれやってたらもう、そこまで認識してたってなると、議員は公民権停止になりますけど、まあそれにしてもですね、そこまで持っていくハードルはとてつもなく高いですね。なので、本当は本音としてはやりたくないと。国税の方も、もうこの所得税法違反とかこっちに持ってこないでくれって多分押し付け合ってると思うんですよね。で、そう考えるとですね、特捜部、意外と今回の問題に関して言うと、捜査員50名増員して一生懸命立件に向けて動いたところでですね、罰金刑しか取れないってなったら、昔ですね、東京佐賀急便事件って、いうのがあったんですけど、その時に金丸信っていう人を、なんとか捕まえようとして、結局略式起訴で罰金刑ぐらいまでしかできなかったんですね。でも金丸信さんというと、もうね、昭和のこう、もうドンみたいな、裏のドンみたいな感じの、もうまた悪そうな顔してるんですよ。別にそこまで悪い人じゃないと思いますけど、悪そうな顔、世間的にはね、テレビ的には映える悪人顔していたので、もう本当に自民党の献金権政治の、まあ、総大将みたいな感じの流れで、金丸信さんめちゃくちゃ叩かれてて、東京地検特捜部頑張って、あいつを牢屋に放り込め、みたいな感じになってたのが、全然腰砕けになっちゃって、罰金刑で終わっちゃったっていうことで、検察庁の看板のね、あそこはだってあれですよ、東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番地1号という、まあ、1の1の1なんで、そこに赤レンガの、検察庁の建物があるんですけど、そこの検察庁って大理石かなんかでね作られた看板があるんですけど、そこにペンキをかけられてですね、もう彼らはね、このだからもう今回の問題はとにかくペンキをかけられるようにする、かけられないようにするためにはどうしたらいいのかってことをどうやらめちゃくちゃ考えてるらしくて、まあだからなんていうの、茶番だと僕は思います。正直そんな大した金じゃねえし、うん、まあだから政治家もね、秘書なんかね、もう本当に、僕も政治家の秘書ですけど、僕はちゃんと働いてないですけど、普通の政治家の秘書ってマジで議員と一緒に地方暗記したりとか、下げたくもない頭下げたりとかしてるわけですよ。だからめっちゃストレス溜まってると思うんですよね。なので、それをなんか癒すための何か、わかんないけど、領収書取れない金とかを使うために裏金を作ったんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そんなこんなでですね、こっから数ヶ月間ね、
特に1月末ですか、会期始まるの、通常国会、にですね、間に合わせなきゃいけないんですこれ。議員の聴衆ももう国会始まっちゃうとできないんで、だからタイムリミットもあってですね、非常に難しい問題なんじゃないかと思いました。ということで、今日のニュース解説この辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。